はい、コツの趣味部屋へようこそ。今回はね、すんげー久しぶりに、ガンダムフィギュア、こちらをね紹介していきたいと思います。もうね、目の前に、出てますね。はい、デカデカと。はい、まあね、こちら、ロボット魂、はい、それのね、ナイチンゲール、はい、これはね、まあプレミアムバンダイ限定なんですけれども、逆襲のシャアのね、ベルトオチカチルドレンっていうね小説版に出てくる機体ですね。要はね、逆襲のシャアだとサザビーなんですが、小説版だとね、こちらのナイチンゲールに乗ってるんですよね、シャアは。はい、でアムロがニューガンダムじゃなくてハイニューガンダムに乗っていると。はい、これがね、アニメ版と小説版の違いですね。はい、今回はね、その中でも、ロボット魂からナイチンゲール、これめちゃくちゃでかいんで、箱が、これ箱がね半端なくでかいの。これロボット魂の中で一番でかいんじゃないかな。はい、ということでね、これをねもう開封していきたいと思います。はいはい、これね開封するとね、もうこういう感じで、もうね中身がぎっしりと詰まってる感じですね。これねすごい憎いことにね、これねセリフがね、箱に刻まれてるんですよ。シャア・アズナブルが粛清しようというのだ、アーマロ。はい、こういう感じでね、蓋の、この側面にね、書いてありますね。これ憎いですね、うん、細かいところまで。はい、ではね早速、ブリスターを見ていきましょう。はいはい、ということでね、ブリスターの状態まで、出しましたが、めちゃくちゃでかいね。ブリスターがね、2層なのか3層なのか、そんぐらいの、構造になってますね。はい、でもこっからもナイチンゲールがもう見えてますね。いや、このサイズですからね、もうでかいな、これロボット魂にしちゃめっちゃでかい。いや、これは結構パーツ数も多そうだね。うん、よいしょ。はい、2段目がね、こういう感じ、武器ですね、ビームサーベルとかシールド、あとはライフル、ここら辺が2層目が、武器とかですね。はい、でこれがすごいのはね、台座、台座がすごいね。これね、絢爛豪華っていうの、めちゃくちゃかっこいい。この台座でっけえな、手のひら比べんとこのでかさだからね。いや、でけえでけえ。で、これが、ファンネルですね、多分ね、うん、すごいなこれ、うん、でけー。で、ここにナイチンゲールって入ってますね。いや、いいね、でっかいわこれ。はい、では早速ね、ナイチンゲール、見ていきたいと思います。鉛のような光放つ繋いだ鎖、
はい、完成しました。いやー結構手こずったな、でけえだけに。いやーでもね、すっげえかっこいいわこれ。じゃじゃじゃんとね、うわすっごいボリューム、すっげえかっこいい。なにこれ、いやすごいね、情報量がすごいこれ。いやーすごいこれは。うわ結構ね重さもあるんですよね、でかいだけあって。いやー結構細かいところまでね、ほんと作り込まれてますよ。いやーこれはすごいなー。うわーすごい、うわーかっこいいねー、ほんと。うわー結構ね、あの武器パーツとかあるんですけど、あのね自分の場合はね、あんまりあのパーツが多いとね、必要最小限だけ、取り出してつけるって感じですね。あとは手つかずで、しまうって感じで、はい。なのでね、今回は、ビームライフルと、あとはシールドね、のみ、武器から取り出しました。はい。あとはすべてね、箱にしまいました。その方がね、ガチャガチャしないし、あんまねいろいろいじくってっとね、やらかしそうなんでね、はい。いやーこれはすごいね、いやーすげーかっこいい。一応ねモノアイも動かせるんですけどね、その場合はなんか頭部を取り外さないとダメらしいんで、めんどくさいんでやんないです。いやーすげえ。うわ。かっこいいね。はい。ということでね、今回はね久々に、ちょっとガンダムフィギュア開封しました。いやー皆さんね、ガンダム好きですかね。自分のチャンネルね結構ジャンプ系のアニメのやつばっか、紹介してますけどね、ガンダムとかもね本当は紹介したいんですよね。ただどうなんだろうなと思ってね、需要的に、まあこれでね、ガンダムが好きな人もね、チャンネル登録していただければ、バンバンねガンダムフィギュアも、動画でねアップさせていただきますんでね、その際はぜひコメントください。はい、ということでね、今回は、この大型のロボット魂ナイチンゲールですね、はい、こちらを紹介させていただきました。もしよかったらね、チャンネル登録、あとねいいねボタン、グッドボタン押してください。はい、では今日はこの辺で終わりたいと思います。ご視聴どうもありがとうございました。